さあ、有吉弘行サンデーナイトドリームは私が有吉弘行でございます。2019年5月5日、子供の日ですかね。ゴールデンウィークもあと残すところ2日、というところでございましょうか。令和最初の放送となりますかね。アシスタント今日ちょっと珍しい組み合わせでございます。意外かもしれませんけど、こちらは2人。はい、アルコ&ピースの平子祐希と、宮下草薙、草薙幸喜です。お願いします。お願いします。お願いします。思春期コンビということですね。どっちも思春期全くですね。ビンビンコンビです。ビンビンコンビ。尖って尖って。まだまだ。もう触るものみんな傷つけますからね。これは意外に思われますけど、うん、草薙と平子は、うん、平子お買い物クラブというね。メンバーでございます。ここにプラス、山本、タイムマシン3号の山本が入って、はい、みんなで楽しくお買い物をするというクラブをね、設立いたしまして。入会させてもらいましたね。この間ちょっと、草薙のお財布なんかをプラーと見に行ったりして、第2回はそろそろ夏服を、半袖のものを見に行ってもいいんじゃないのかななんて、そんな季節になってきましたね。これがね、一番楽しい。楽しいか。うん、そう、はい。いや、だから草薙もほら、あんまり先輩とかあんま知らないからさ、はい、このラジオ読むのもどうかなとか思ってたんだけど、ね、まさか平子お買い物クラブのメンバーだと思わなかったからね。ものすごくよくしていただいて、ね、一緒に遊んでてね、こんな楽しいやついませんよ。そう。もともとまあ、お互いいじめられっ子だったりとかな、ちょっと過去もあるかな。思うところありますね。どっかやっぱ通じ合うのかな。で、家も近いんで、はい、うんうん、その後はね、お寿司をちょっとつまんだりなんか。そうですね。いいじゃない。お寿司とお酒を。はい、ね、ちょっと足しなんで、ああでもない、こうでもないなんて、その日買ったものをね、見せ合ったり。平子にもやっと信頼できる後輩ができたから。ああ、長かったですね。やっとですよ。そうだな。みんな後輩にも蔑まれ。そうだな。相方には馬鹿にされ。本当だ。ようやくですよ。結構な、仲良くしてた新妻にも逃げられたしな。あんな形でね。なるとはね。そうだな。どうだ、草薙は。いや、もうすごい楽しいですね。うん、あ、はい。すごく、最初とっつきにくい方なのかなって思ってたんですけど、うん、めちゃめちゃ優しくて、うん、なんか本当、お酒とか、うん、減ってたんでどうですかみたいな言うと、うん、いや、そんなのいいんだよって、もう、すごい逆に怒られるぐらいの。気使うなっていう。はい、これでも太田の伝統的なね。まあ、そういうことだね。そんで、まあいいから飲もうぜ、食おうぜっていうスタイルを、僕もちょっとね、取り入れさせてもらって。これ嬉しいね。やっぱ俺、平子がやっと、ああ、なんか大人になった感じするな。だから僕もやっぱり財布に関しては思うところありますから、うん、先輩からね、うん、その、うん、いい財布ぐらい使ってみたらどうだなんていう、有吉さんから流れあったんで、うん、まあ、一緒に見に行ってね。なんか草薙のちょっと邪魔にならないようなぐらいのね、財布一緒に見て。宝石のような時間だったな。大事な時間だ。大切な時間過ごしてんだな、お前らな。ああ、よかったよかった、じゃあ。だから緊張もね、草薙は初のアシスタントのマンスリーでね、やりますけども、緊張することなんかなんもないですもん、楽しく。もうでも、こう言っちゃなんだけど、はい、草薙は今ゲームのな、携帯ゲームの CM 出てたりとか。うん、そうですね。うん。アッコさんと一緒に。アッコさんとこの間。このまま行くと、M1 とかな、そういう賞レースでも。確かに。多少のね、結果も出していくだろうし。うん、あっという間に平子のことは超えていくだろうな。いやもう、ここ最近のロンハーのペース見たらもう抜かれてますよ。そんな、ちょっと、カジさんへのハマり方つたらないよな、ね。僕なんか4年前、土着所に怒られて終わってますからね、カジさんに関しては。聞きましたね。それなのに、宮下、草薙はよくハマってるもんな。そうできましたからね。いやでも、うん、それはそれで嬉しいですよ。嬉しいことか。うん、そうだな、うん。ありがとうございます。草薙はどう？仕事は。仕事は、いや、緊張しなくなった、だいぶ。いや、まだ結構、うん、今日も、水、思ったより早い段階で、ペットボトル一本なくなって、本番前に。本番前にペットボトル。15分も経たずにペットボトル一本なくなってましたからね。でその間5回ぐらいしょんべんしていってましたよ。かわいそうに。でも、だいぶまあ、ほぐれた。そうです、はい。まあ、よかったな。いじめられてない？いろんな先輩に。先輩、そう、先輩は大丈夫ですけど、この間バイト先で、働いてたら後ろでその、ネタパレっていうのに出てるんですけど、フジテレビの。その出囃子をずっと歌われるっていう。バイト先なんで辞めました。Release all that stress with our variety program.Thank you.
こんばんは、オタブルの真珠、広島軍団怪談師、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京ハンドの JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーです。アシスタント改めてこうのお二人、はい、アルコ&ピースの平子祐希と宮下草薙草薙幸喜です。よろしくお願いします。お願いします。幸喜っていうなら、はい、すごいな、強そうな名前だろ、うん、そうですね、本当、うん、顔と合ってないってよく言われるんですけど、あ、だそうだね、本当に何が似合うだろうな、草薙っていうのがまず似合わないもんな。そうですね、よく宮下顔だろう、あ、確かにそうだな。あ、もう絶対金髪先生だったらもう途中でもうあの転校しよう。あの静かないじめにあるやつね。静かな優等生なのにいじめてくるっていうやつがね。あ、なるほど、ということで27ね。はい。27ならもう大人でしょう。大丈夫でございましょう。はい、さあ、まあいろいろと時代変わりましたんでいろいろありましたけどね。しかしあれだね。アベンジャーズの話はしていいのか、うん、お前らは、あの平子は、僕はもうアメコミは、アメコミは大丈夫です。あのファルコン炎上の件はもうだいぶ前の話ですし、ね、僕らもね謝罪もしましたから。アベンジャーズでも今入れないですよ。そんなすごいんだ。もう広い都内の映画館、もう後ろから前まで真っ黒です。あ、そう、撮れないです、僕は行けてないです、まだ。なんか俺ね、恥ずかしい話、ちょっと追いかけてないのよ、はい、アベンジャーズとかその DC コミックスのやつとか、なんだっけ、あれね、あの辺のやつ、はい、マーベルとか、はいはい、面白いのはやっぱり、やっぱり男なんでドンパチいかれちゃうと思ってかれますね、やっぱりね。草薙見てない？僕も見てないですね、アベンジャーズ。はい、好きな映画何なの？好きな映画は、あの好きな最後に見に行った映画は、うん、あのドロローですね。僕だいぶ見に行ってない。そのだいぶ前だよ、ね、山吹聡さんがやってた。白いサンデー今夜も最後までお付き合いください。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Sunday night dreamer。さあ、東京半蔵 JFN スタジオから生放送、有吉サンデーナイトドリーマー生放送です。メール送ってください。平成から令和に変わりました。時代をまたぐ大型連休もいよいよ明日で終わりでございます。メールテーマこちら。ゴールデンウィークレポート。10連休中の皆さんの出来事を教えてください。タケノコ食べました、イベント参加、潮干狩りなどなど、出かけた、食べた、見た、聞いた、バイト、仕事、休みはなかった、休みがあった、何でも OK でございます。皆さんのゴールデンウィークのお話を送ってください。はい、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、面白かったメールはステッカーとかいろいろプレゼントしております。宮下草薙の草薙、アルコ&ピース平子さんへの、質問メールなんかもお待ちしております。はい、お願いします。ということでございます。アベンジャーズのところ、これで最後ってことじゃないですかね。なんかネタバレは2週間しちゃいけないとか強烈になんか言ってるね。そうですね、台湾か、うん、香港かどっかで映画館でネタバレを大声で叫んでるやつがボコボコにされてましたからね。ひどいな。一人ですよね。でも もうそこまでやっぱりあの情報隠すってことは相当なんか衝撃的な最後があるんだろうな、面白そうでしょうね。全然読めませんけど。あれは誰がいるの？ハルク？ハルクとか、うん、あとはアイアンマンとか、アイアンマンね、キャプテンアメリカとか、うん、スパイダーマン。スパイダーマンもそうですね。スパイダーマンなんて戦えんの？あん中入って、あんまりこういうのはちょっと誰が強いか弱いかあんまり知らない。これがだからそれぞれの特性があって、それぞれの生かす場があって。なるほど。でももちろんね、そのあのメインどころが集まるわけですから仲高いももちろんあります。あるか。はい、そんな中で強大な敵が出てくる。うん、さあどうするアベンジャーズ。そういうことですね。だってあの感じだと絶対ハルクが一番強いんじゃないの？そんなことないの？なんですよね。いいところやっぱり そうなんですけれどもねっていうところがまたね、これうまくいく部分とうまくいかない部分でね、そういうもんなんだな。そうなんですよ。あ、いいな、メンズさん。今日なんかテレ朝かなんかどっかでやってるね、だから1個前ぐらいのやつね、地上波初放送みたいな、あれ見てからちょっと勉強しようかな。じゃあそうですね、あとはもう個々のキャラクターのからもやっぱ遡ってほしいですね。そうだね、そういうことか。みんながダラーとあれ集まったわけじゃないですから、うん、それぞれのバックボーンがあって物語があって、
で、なぜこの人たちはヒーローになったか、うん、なぜ戦わなければならなかったのか、うん、そのヒーローたちが一堂に会した時のその興奮も味わってほしいんで、あ、そう、集まってからのやつもいいですけどもね。あ、お前大したもんだな。はい、あの荻上チキさんのラジオでアベンジャーズの話で大体そんなようなこと言ってた、はいはい、専門家の人たち。あ、本当ですか。あ、嬉しい。チキさんと一緒だ。素晴らしい。TBS の枠が分厚くなっちゃった。草薙がドロロってドロロやるのか、誰や、誰だっけ、あれ主演。妻夫木聡さん。妻夫木さん。妻夫木さんがドロロを弟と最後に見に行った中学生ぐらいの時ですか。2007年、12年前だよ。そっか、12年映画館行ってないってすごい。なかなか一人では行きにくくて映画館。あ、そうか。なんか見たいのないの？ねえ、それこそアベンジャーズ見たいんですけど、なんか、うん、すごいたくさん見ないと、うん、いけないみたいなの聞いて。いや、でもまずそれ見て、はい、前回の見て今回の見てても全然間に合うよ。あ、そう。あとはそれぞれのヒーローたちのね、昔の話から遡っていくっていうのもやり方だから、はい、いいな。でも映画クラブ作っちゃう。一緒に行っちゃうよ。平子映画クラブ。平子映画クラブ。いいよ。としまえんの映画館とか空いてるからね、比較的に、ね。そう、空いてるところあるもんな。そうですね。いろいろこの間も。俺はでも結構映画は何見たかな。飛んで埼玉って面白いね。飛んで埼玉って面白そうだな。行ってないっすね。もう終わってんのかな。まだやってますね。アベンジャーズの人気が今すごいから、飛んで埼玉入れるだろう。あー、でキングダムも今やってますから。キングダムな、長澤まさみが可愛いって言ってたな。そうですね、言ってましたね。あれもまだいけてないですよ、僕も。誰が好きなの、草薙が。そういう女優さんですか。天海祐希さんです。ごめんなさい。いいよ。なんで、いいじゃん。え、あれすぐいいの。天海祐希さんが大好きです。おー、じゃあもうあれなんだな、もうビシビシやられたタイプだな。そうですね、なんか、はい、もうじゃああれだ、もう縛られて口にあの金具はめられてしょんべん飲まされたんだけど。ゆきさん、そんな人だね。それ興奮するなんじゃん。あんまそうですね。うん、あんまそうですけど。まあ、それだけ年上好きってことはね、はい、そういうことですよね。いいね。じゃあ和田アキ子さんもじゃあ CM で共演して大体一緒だ。和田アキ子さんは本当に怖かった。なんでだ、一緒だ。天海祐希さんと和田アキ子さんは属性で言うと大体一緒だ。お前グループそうですよね、分けしたら全然違います。 CM で怒られることなんかあんの。ちょっとこれなんか、うん、僕が最初の一人のシーンで、うん、わーって驚くシーンで17回ぐらいなんか撮り直しちゃって、うんうんうん、そしたらなんか和田アキ子さんのマネージャーの人かなんか、うん、来て耳元で、うん、和田は読んで機嫌悪くなりますって8回やっちゃって、なんか君は素人の子なんかみたいな。言う言う、絶対言う。あんこさんが嫌いそうな顔してるもん、お前。うん、あんこさんってね、あんこさんってあんまりブサイク好きじゃないのよ。うん、ちょっとハキハキしてないと。そうそう、ね、シャンとしてダメなんだよな。腹から声出せって言われます。でもそれが良かったんだろ。それ言われてもう興奮してたわけだ。和田アキ子さんにはしないです。いや、和田アキ子さんにはしないです。知らない、だって一緒だぜ。一緒ですか。一緒だよ、お前。和田アキ子さんと天海祐希さんって一緒のラインだよ。和田アキ子さんと天海祐希さんも一緒だし、あと誰だ、ほら、あの大林素子さんも一緒だろうし、一体あの辺一緒だろう。年上のお姉さんっていうね、うん、お姉さんっていう、はい、ちょっと身長のあるお姉さん、うん、そうですね、大きいお姉さん、そういうのがいいの、はい、なるほどな、うん、ちょっとアッコさんに、なんか芽生えるといいな、なんかチャンスあるかな。アッコさんとですか。楽しみだな、ちょっとこれから恋の行方が楽しみだな、はい。ゴールデンウィーク、私はもうまあずっとまあ関係なく東京で仕事しておりましたけどね、結構道とか空いてるしね、車乗るには道空いてるし、まあ相当な観光スポット行かない限りは東京ずっと空いてましたよ、お店なんかもね。結構だからとぼとぼ歩いてね、仕事行ったりしてね、結構楽しくやってました。気候も良かったしね。はい、そうですね。そしたら結構やっぱ赤坂周辺とかの四ツ谷の辺通ってたら、はい、後続の人通りまーすって言って通行止めになったりね。はい、なってました、なってました。結構いい経験したな、いろいろ見れたな、後続の人。そうですね。僕、検問初めて通りました。検問やった。はい、やりました。あんなベガスイエローの車じゃ止められるだろう。いやいや、逆に怪しくなくないですか。悪さするつもりないでしょ、あの真っ黄色の車で。すぐ通してくれましたよ。あ、そうだな。あ、結構確かあったな、職質何回か受けたな、歩いてたらな、結構なかなか
まあ、あれぐらい厳重にしないとな、ね、何があるか分からない、ね、テロも多いからな今ね。どうしたのゴールデンウィークは。僕も仕事です。今日も岡山の営業から帰ってここ来ます。いいね。草薙は。僕もそうですね、営業一つやった1年ぶりぐらいに行かせてもらって。もう営業苦手そうだもんね。ひどく滑っちゃいました。いいゴールデンウィークだね。学びのゴールデンウィークだね。タイムマシンさんとグリーンピースさんと行ったんですけど、めちゃめちゃ優しくしてくれてくれた、はい、みんな優しいな最近はな。そうですね、はい、もうそうだな、20年前ぐらいだったらもう草薙なんてもうあれだろうな、もうバットで釘付きのバットでぶん殴られてさ、あの服脱がされて、あの川に捨てられて。そんな抽象だったんですよ。今はそんなことないからよかったな。ちょっと大げさだけど似たようなところあったよ。でもやっぱり子供たちが言わないのか、パパどっか連れてってよとか。子供たちと嫁は僕の実家に帰ってました。あ、そう、僕抜きで。ああ、それはいいね。泊まりがけで行ってくれるんで。ああ、優しいな、それ、はい、まあでも、そんだけ仕事があるのは、まあ奥さんも子供たちも、まあ嬉しいことだ、ね。そうですね。ここでやっぱり、カラッカラの好き好きでもね、困りますからね。ゴールデンウィーク10連休ですっていうのしんどいよ、やっぱりな。死んで地獄ですもんね。数年前まではね、それはありましたけど。西織なんかと飯食ったけど、うん、当然芸能の仕事はないしさ、このゴールデンウィーク、その、ロードマンの仕事もないんだよ。はい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 。道路工事の仕事もないから。まるまる。うわ、強烈だよな。本当ですね。何にも収入がないんだもん、だってこの10日以上。だって遊びに行きようもないですもんね、そんなの。行きようね、金がないんだから。で、昨日だからちょっと飯食ってさ、1日ぐらいいいだろうって。はいはいはい。あれ嬉しいですよ、飯食って。六本木で飯食っててさ、ほんで、まあ俺にはよくあることなんだけど、まあクソ漏らして、で、どういうことですか？ごめんなさい、わかんないです。俺クソ漏らすのよ、よく。はい、で、クソ漏らしてさ、まあ酔ってたんですよね。酔ってるわけじゃないんだけど、やっぱちょっとやっぱどうしてもお腹良くなって、はい、トイレの入るタイミング間違えちゃったんだよね。はい、コンビニ入ってたんだよね、またおじさんが。はい、で、もうしょうがなくて、でもバッと漏れて、パンツね。4歳児ですよ。パンツ。ちゃんと。トイレ入ってたから漏らすのは。変えて、はい、ビニールにほら、コンビニの袋にパンツ入れてさ。描写が。ほんで、あれじゃ、それどっか捨てるとさ、失礼じゃない、やっぱりちょっと。だから、これはまあ家まで持って帰ろうと思ってさ、そのビニールを片手でもう、お寿司のお土産みたいな。うんこ入ってパンツ持ってフラフラしてたらさ、西勝利がさ、いやー来たうわーうわ、汚れ、うわ、わわわわわ、こうずっと言うのよ。うん、いじめだよな。いや、西堀さんの現状もさっき聞いたんで、どっちも正しくないですね。いや、ちょっと、俺、あれ、めちゃめちゃ腹立ったんだよな。あ、そんな嫌？別にわーって顔につけたりしてるわけじゃないんだよね。別に普通に並んで歩いててちょっとビニールがカサッと当たるとうわー当たったんですよねみたいな。当たったのか、こんな夜かねと思ってさ。どっちにも言い分ありますね、うん、これだとね。その後ご飯ご飯あとね、あとね、さすがにさすがに、あとでさ、うんこのパーツ持ったままちょっとバー入って一杯やって、うん、手洗わせてもらって、しっかり手洗わせてもらって左手でね、コンビニの中だったから、はいはいはい、だからもう全部ダメだと思ったから、もう左手で全部受け止めたんですよ。全部、はい、垂れないように、はい、でだからもうトイレ行ってこうこんもり左手に乗ったうんこバッバッとトイレでポンポンポンってやってさ、やったんだけど、その左手がやっぱずっと臭いんだよな。すごい、一人の霊は一発目だっつってんだね。どうなんすか、ね、どうしたらいいんだろうな、どうやって止まるんだろう。待つっていうね、トイレ開くの待つっていうのはできない、まあ、できないですもんね。どうしたらいいんだろう。そう考えたらでも最善の手だったのかも分かんないですよね。床に散らばすことなく、うん、なんかね、やっぱりね、精神的にね、まあ、ずっと昔からそうだからさ、うん、どっかでいいやって思っちゃってんだと思うんだよな。体も頭も、はい、別にパンツ買えりゃいいんだしと思ってるし、またちょっとその前にユニクロでね、パンツと靴下を買ってたんだ。ああ、保険があったんだ、はい、保険もあったんだ、はいはいはい、そこのやっぱ油断もあるんだろうな。うん、
ぱり常に緊張感持ってやっぱり生活していかないと無理かもしれないな。パンツのストックはないぞっていうのをそういう状況を自分で追い詰めるっていうのはこっからの課題かもしれないですね。短パンを履くとかな。そうですね、バッとこぼれてこぼれちゃうっていうのが Stay Night Dreamer Live on air。さあ、今日のメールテーマゴールデンウィークレポートということでお待ちしておりますけども、はい、他にもいろいろメール来ております。ラジオに東北自動車道 FMA、 僕も平子お買い物クラブ入りたいんですが、なんか入会規則あるんでしょうかという、うん、規則というよりは、まあ、ルールですかね、うん、ルール、うん、何があるの。楽しく買い物できるやつ。あ、なるほど、それだけです。ああそうか、あの罵ったり、うん、いじったり、うんうん、これ着ないだろうみたいな押し付け合うのは一切ありません、うんうん、そういうことだな。芸人で変なやつはそういうのやりがちですけども、一切ないです。俺やっぱりなんか昔ね、はい、アルコ&ピースの2人と、はいはい、酒井がね、うん、あの3人でいる時にね、はい、酒井がさ、あの夏なのにさ、はい、毛糸の帽子かぶってた。はいはいはい。なんかさ、それ俺とイラコがさ、はい、いやお前そんな帽子夏なのに暑いだろうっつってさ、恥ずかしいからさ、あの帽子買った方がいいよっつってさ、なんか原宿でな、原宿で行きましたね、帽子買った方がいいよっつって、はい、あれがいいんじゃない、これがいいんじゃないって言った時のさ、やっぱ酒井のさ、いや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 みたいなさ、はいはいはい、ちゃんと進めてんのさ、いや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 ないでしょないでしょとか言わなきゃダメみたいな、だけとかさ、そう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 、あれ腹立ったんだよ、腹立ちますね、うん、ああいうのじゃないですないだ、ね、あと真逆、あ、うん、そうね、あれが一番嫌だね、はい、嫌だよな、はい、酒井さんはちょっと、酒井はちょっとやっぱりな、うん、ノリがちょっと違うね、酒井軍団みたいなのにもっともっとなんか、うん、ちょっとたまに行ってたんですよね、ご飯食べたり、あそう、うん、お酒めちゃめちゃ飲まされて今時最悪これか。じゃあラジオでブランキーじっとして、草薙さん以前にアルピー酒井さんのインスタにて、俺は酒井軍団だと言っていましたが本当はどちらなんですかっていうやつだな。じゃあな、そうですね、それ、うん、無理やりお酒飲まされて、うん、酔ってるところを、うん、無理やり言わされたっていう。あ、なんかやっぱり酒井ってまだ古い飲み会してる感じするよな。なんか一生懸命芸人タレっていう姿勢をね芸人でありたい、うん、芸人になりたい、そう芸人なるほどな、そういうところは多少ありますからね、あるかもしれないな、うん、じゃあどっちかっていうと平子カモクラブの方がいいな。そうですね、ああ、うん、堺軍団じゃちょっとな、堺軍団出世する匂いがしないんだよな、あそこのメンバーな。それこそ堺軍団は入会、試験、試験というか問答みたいなのがあって麻雀やるかって聞かれて、はい、野球やるか、はい、俺のこと好きか、はいって3つはいって言うと入れるんですけど、ハンターハンターみたいな試験ですね、本当に嫌だね、酒井軍団だけは。俺絶対酒井軍団嫌だわ、俺きついですね、酒井の、酒井とやっぱりアンタッチャブルの山崎の後輩になりたくない俺のやっぱ持論だよねあ、曲いきましょう、はい、マンウィザミッションでフライアゲン2019。リュウシュキサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子祐希と宮下草薙幸喜です。はい、はい、じゃあニュースいきますね、うん、はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。それではまずはこちらのニュースから。世界最大級の闇サイトを摘発。なんだ、ドイツとアメリカの警察が世界最大級の闇サイトウォールストリートマーケットを運営したなどとして両国の5人を逮捕し、サイトを閉鎖したと発表いたしました。このサイトでは薬物やマルウェア、これは悪意のあるソフトということですね、うんうん、
偽造書類など6万以上の商品が違法に売り出され、100万人以上が利用し、約5400人が売り手として登録していたそうです。そうなんだ、こんな怖いな、何いろんなの売ってんだろうな。この前高校生がウラン製造したっつって捕まってたけど、すごすぎる、あれ天才だよ。いやそうですね、難しいでしょうね。ああ相当、それでまあこういうところで買ってたかもしれないね、ひょっとしたらね、材料ね。そっか、あとなんか闇サイトみたいな結構あるね、日本でもね、人殺しします、はいはい、メンバー募集とか、はい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 、サポートやりますとか、ね、あんなのいつまでほっとくの、あれなんか どうにかできそうなもんなんですけどもね、いたちごっこなんですかね、かちょっと納得いかないな、うん、あんだけやっぱり目についてんのに摘発できないもんかねと思うし、うん、今そういう専門のねところもあるでしょうしね、うん、やっぱり警察よりも先行っちゃうんだろうな、こういうやっぱり犯人の方が、うん、まあ、ドイツとアメリカの警察なんてお前ソーセージばっかり食っててろくなやつやんねんな、ソーセージは食べますけどもお仕事もちゃんとやってますよ仕事中ビール飲んでお前まあまあね、カップに入ったチャーハン食ってよお昼休みはねそういうのもありますけど、パッと食べれてパッと出れるっていう、ね、すぐ動けねえこんなやつらじゃ、しっかりしてほしいね本当に。だいぶねしっかりねやっていただいてますよ、実際ね、これ摘発したわけですから、はい、ね、助かりましたね、助かりましたね何売ってんだろうね本当、偽造書類だからなんかね、偽造のパスポートだったりとか、あそういうことか、うん、ね、そういうやつもあるんじゃないですか、あと薬関係、薬な、そうかそうか、薬物な、はい、なんかあんな言い方があんだよな、大麻は野菜とかな、うん、はい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 、隠語があるんですよね、野菜買いますとかな、はいはいはい、あれあってあれだったけど昔結構ね、どこだっけな、あれウグイス谷かな、ウグイス谷かな、この人気の焼肉屋さん、うん、はい、でとにかくこれ安村と、うん、吉村とアンガールズの田中と4人でね、はいはいはい、並んでたらね、はい、完全にもチンピラみたいな兄ちゃんがさ、うん、でっかい声でさ、あそれ駐車場に3本置いといたからっすってでっけえ声で言って、あれ何を3本置いたのかは知んないけどさ、結構治安の悪いことを言ってんなと思ってさそしたら田中に気づいたから、田中が焦っちゃってな、田中はでかいから目立つからあれ怖かった、握手してよって来てたな、しぶし握手してたな、田中何3本置いてたんだな今だけシンナーなのかな、いやそれね、あそれはありますよ、3本な、今だから容易に手に入んないかもしれないですね、逆に昔みたいにシンナーだな、今ああいうのいんのかね、こんだけ薬物氾濫しててさ、大麻、うん、とかまああるわけじゃん、はい、実際問題としてさ、 ね、そんな中このシンナーやってるやついるのかね、あんまりシンナーでラリってるやつ見ない、まあ、そうなんですかね、あっちの文化としてもダサいんじゃないですかね、あでもやっぱりちょっと田舎の方のヤンキーとかになったらそういうのもあるかもな、ひょっとしたら、はい、安くねっていうお金をかけずにっていうのはあるでしょうけど、でもあれはさすがにやめてほしいですね、 あれもやっぱりだから手に入りやすい仕事についてる仲間がいたりして、うんうん、そこから入ってくるんだよな、結局な、ね、そうだったでしょうしね、草薙やったことない、シンナーとかやってないの、ないですよ、ね、野菜野菜だけぐらいか、野菜もないですよ言うわけないじゃん、緊張するじゃん、緊張しいだからお前、ネタパレの前にちょっと野菜野菜南丸さんちょっと野菜ないですかみたいな、なんで南丸さんが前にいたんだよ、スネイナイトドリーマーライブSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.今この CM 中にね、はい、あの高井さん、作家の高井さん教えてくれた、うん、高井さんほら薬物関係に詳しい、ああそうなんですね高井さんの薬物関係にちょっと詳しい、顔つきそうですもんね、でもねちょっと教えてもらったんだけどさ、はい、今時の10代とか20代ぐらいの人たちは、うん、はい、あの薬 やるのダサいよねっていう風潮なんだって、タバコ吸うのダサいよねっていう風潮で、はい、やってんのやっぱ 4,50 代のおじさんが金持ってそういう薬に手出したりしてることが多いんだって、今多いんだって、そっちの方が、はい、だから10代の連中はやっぱちゃんとしてきてるな、うんうんうん、いいことだこれはね、ダサいもんとしてね、ダサいもん、ね、あいつらもダサいって言われたらもうほんとやめるからな、そうですよね
あそうですね、ハイになろうぜなんてもうこんなダサい言葉ないですからね。そうですね、俺はなんかやっぱちょっと酒井を心配してんのよちょっとハイになり最近ちょっとラジオ本数重ねて金も入ってきてるだろうしさ、ちょっとあのノリだったら危ないよな。そ う,、ね、そういうの怖いですね。ちょっと静岡のスターになりつつありますからねそうだよ俺だから本番前も言ったけど、酒井が静岡のスターになってさ、はい、お前平子のそのガタイだとさ、はい、お前もう令和時代のどんどこどんだろってさ酒井が平畑さんみたいになってさ、はいはいはい、平子とぐっさん一緒にこうか重なってきたからな。なるほど。あんまりだからいつまでも一緒にやれると思わない方がいいぞ。そうですね、向こうはもう向こうで スターになるっていう覚悟でね。そういうことだから 今やれること、今を楽しんでいくべきだね。ちゃんと二人でやってる時間を。なるほどね。ちょっと花火なんかもね、口でちょっとできるようにならないとねこれやってきたな、これ。ちょっと俺もちょっといかせてください。もちろんもちろんもうヒューがさ、お化けの登場だもん、お化けだったよね。さらにやってみ。違う、もうセンスがないよお前グッズさんになれない。グッズさんになれないですか。グッズさんになれないそんな もう一本ニュースいっておきましょうか。はい、続いてはこのニュース。タケノコが電車を止める。高知県と愛媛県を結ぶ JR 予土線で普通列車が線路脇に生えていたタケノコに接触し、約10分の遅れが出ていたことが分かりました。午後6時過ぎに出発した列車が3キロほど進んだ際、車両の左前方にタケノコが接触、気づいた運転士が停車させ、車両に異常がないことを確認し、約10分後に運転を再開したそうです。本当にすぐ伸びるから ね、これ何回も言うけど、俺の広島の実家でね、はいはいはい、ちょっとほっといたらもう畳の下から屋根まで突き抜けてたからね。3日ぐらいちょっと兵庫県のなんか方のおばあちゃんのところで、はい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 、家留守にしてたら、はい、畳床の畳突き破って屋根まで、はい、タケノコ伸びてたからね。そんな強いんだ。めちゃめちゃ強いし早いからね。これだから本当にあれで、なんか女性の人もそうだし、うん、童貞の男の子なんかもそうだけど、はい、田舎の旅館なんかで寝てると本当処女を奪われたりとか、はい、アナル ぶっ刺されたりするから。タケノコによってですか女性も嫌だね、それは。お前タケノコに処女を奪われたんですじゃあお前かっこつかない。ちょんってちょんの時点で気づかないですか。ちょんちょんってあって言ってたらもうズブズブするわそういう食事物のエロゲーじゃないんだから。口にも入って口に入ってタケノコ口に入ってきてゴキュッてなっちゃうからね。気をつけてタケノコの成長だけは本当になめないようにしてください、お願いいたします。ニュースもう一枚。はい、続いてはこちらのニュース。ビッグスモルン新メンバー加入。これは令和最大の事件だ。本当です、これ驚きました。そうなんですね。身長183センチのゴンと156センチのチロによるお笑いコンビビッグスモールンに新メンバーとして28歳、身長161センチのグリが加入し、トリオになることが発表されました。グリが2人に弟子入りを嘆願し、新メンバーとして迎え入れられたそうです。いやこれはすごいね。グリの、まあ、イメージカラーはグリーンです。これはね、なるほど、緑です。そっか、はい、オレンジと水色で、はいはい、今ゴンさんチロさんでしたからね、うん、グリーンのグリーン。いや来たね、吉越のゴンちゃんね、よく頑張ったね本当に。これはビッグニュースですね。アメリカのねアポロシアターのね、舞台立ったりとかね、はい、よく頑張ってましたけど、はいはいはい、これは令和で一番じゃないかな。いや本当ですよ。ホリエモンのロケットが成功したとかね、うんうんうん、北朝鮮から謎の飛翔体がとか、はいはい、これでしょうねやっぱりね。全部かっさられちゃいますよ ねこのニュースに。これはだからやっぱりどうなっていくんですかね。やっぱりゴンちゃんはどうするんだろう。チロとグリをどっちを可愛がっていくのかね、本当にね。身長だとミドルなね、真ん中になるんですもんね、うん、チロちゃんもやっぱ老けてきたからな。ちょそろそろ可愛い可愛いチロちゃんがもうだいぶ41、2ですから、僕よりも上ですからね。そうでしょ、はい、そうなるとやっぱ若い畳と神様は若い方がいいって言うからね昔から。嫌な言い方だけどゴンさんそっちの対象で
グリ入れたわけですよ。可愛いタイプだもんな、グリちゃん。またなんかタイミングおかしいなと思ったんだよな、そう言われてみると。そんなことない。いや、ゴンはね、そういうところあるよ、本当に。あのバスケのね、ドリブルのね、携帯模写なんかの時なんか、結構際どい体勢にもなりますからね。もういわゆるもう69のような形になったりとかね、しますし、ゴンちゃんもしかしあれだな、ゴンにしてもさ、はい、あのトータルテンボスの開通にしてもさ、うん、藤田さん、藤田にしてもさ、うん、もうあれだな、もう量が少なくなっちゃう。アフロにしてる割にはみんな毛量が寂しくなってきた。なんかもうゴンなんてお前梅津和夫みたいな。本当だ。だけどお前もう毛が細くなってきた。確かにね。だからアクロバットをもっとしてますから、ちょっと若い力もここで一つっていうところなんでしょうね。そういうことだな。やっぱ相当結構体力使う芸だからね、なかなか。でもちょっとこれはまた期待したいと思います。そうですね。はい。はい、さあ、ということでコーナー行きましょうかね。街の賢者でございます。はい。ブルーシーター、ワンカッパー、ダンボーラーであるあなたが街の賢者となって世直し。いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ラジオネーム三平。ミスキャンパスを踏み台にして TBS に突撃をし、TBS を踏み台にしてオスカーに突入した平成のロケット娘、宇垣美里さんが、ファーストフォトエッセイ、風を食べるの発売記念イベントで今後の活動について語っていました。美の総合商社に自分がいることに実感はないです。私も今、自分が何なのか分かっていないんですけども、まだそれを決める段階にないのかなって、やってないことがあまりに多いので、それを探していけたらいいなと。私って何なんでしょうね。いや、うがきはしょうがねえな。分かんねえなら教えてやるよ。お前はな、顔が小綺麗な、元 TBS の女子やな。マイメロとラムレーズンが大好きでひねくれた独身男女から、ダッカのごとく嫌われて、アヒル口と上目遣いが大好物のクソエロいおっさんたちからむちゃくちゃ人気があるタレント気質の28歳。それが、うがき。一つも間違ったことは言ってねえけど、お前に嫉妬してるクソババアが書き散らした地獄のファンレターみたいになっちまって、なんかごめんなさい。嫉妬はね、多いでしょうけどね。うがきちゃん、うがきさんですか。まあそれは仕事あるんでしょ。いや、そうですよ、そうですよ。嬉しいね、本当に。俺らもしたいよね。したい。アンアンの表紙とか。ああ、はいはいはい。やってましたもんね。羨ましいね。お尻をプリント出してね。はい、ね。会話らしいライン、ね。平子はまだ可能性あるからな。お前、そう、諦めるなよ、自分を。アンアンですか？アンアンとか。まだありますか？ああ、なんかたまにシャワーシーンとかやりますもんね。セックス特集でちょっと男の人と絡んだり。絶対ある。はい。そっか。酒井が静岡に行った今、僕ですもんね。そういうことだよ。これは。頼むぞ。はい、すいません。生体模写、携帯模写、ね。そして、体を鍛える。日焼けもしなきゃいけないし。あ、ぐっさんあんが出てくるんですから。ラジオネームブラザーフットオブスティール。俳優中村智也がツイッターにてこんなことをつぶやいていました。差し入れで盆栽を持ってきてくださった方々は大変嬉しいんですが、植物も生き物なので、今後はご遠慮ください。これまで受け取ったものは責任持って育てます。あ、逆に、なんか差し入れしなきゃと思う方も出てきてるので、追記。僕は作品を見てもらえるだけで十分なのです。でもそれじゃ気が済まない。なんかプレゼントしたいという方は、お手紙を書いてください。おい、これ、思想の強いファンども、中村さん迷惑してんだから、金輪山プレゼント禁止だぞ。いいか、絶対にプレゼント禁止だからな。絶対にプレゼント禁止だからな。それでこれは余談だけどな。噂によれば中村さん未だにまだ家賃9万円のアパートで暮らしてて近所のコインランドリー利用してるらしいぞ、うん、洗濯機があればすごく便利だと思うんだけど自分で買うのは面倒だろうなあ、どうですか中村さん、ガツッと言ってやりました。洗濯機いっぱい送られてくるすごい、ね、サボテンの方が良かったな。これそうなんだ、そんなとこ住んでんだまだ。うーん、役者界の春日だね、じゃあね。そうですね。ね、公表もしてるんですよね。そうだね。うん。ともともダンスとかやってんのかな。ちょっとキャラ付けがね、過ぎますけど。あれ、草薙は実家？僕は、いや、
一人暮らし。なんでお前今隠そうとしたの？いや、隠そうとしてないです。住所まで行っていいのかなって。ダメだよ、住所言わなくていい。いや、ちょっとスター気取りなのかなって。どこまで行って、4万ぐらいの。でも、その、洗濯機を置く場所がないんですよね。ああ、そうそう、わかるわかる。中村さんもあるのかな？ああ、はい、そうなんだよ。廊下には置いちゃダメだってパターンあるしな。ベランダもダメですっていうパターン。はい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 。家近いのよ、でもお前ら。僕近いですよ。ね、一緒に帰るもんね。高円寺近辺？はい。はい。ああ、じゃあやそうです、ね。あの辺もなんか多くなったな、芸人な。そうですね。小宮もそうだろ、はい、あの辺だろ、なんか。小宮、まあ、もともとが、地元があの辺ですから、もうちょい上の方かな、はい。はい。もうすごいな、なんか。もう、たけし軍団みたいの、うん、中野に住んでたたけし軍団みたいな状況だな、もう。平子軍団といえば高円寺みたいな。そこまでじゃないですけど。ね、でもね、桃太郎の下、ね。変な気つけられないよ。今は優しいかもしれない。急に変な。それは境川ですから。境川の遊びですから。うちはやりませんよ。ラジオネーム、みなぎり嬢。あ、これ面白いな。山田邦子が自身のブログで長唄の会の歌舞伎座公演を振り返りこんなことを言ってやがりました。39年所属しておりました太田プロダクションの事務所スタッフには誰一人も見てもらえなかったことがとても残念でした。このことは新しい令和の年に向けいろいろ整理がつく出来事にもなりました。残念です。おい、なんか怖いこと言ってんぞ。太田プロライブに出てる芸人はライブ仲間として邦子の単独行ってやれよ。邦子の単独はちょっと趣が違って多少滑るかもしんないけど、お前邦子もライブで大概滑ってんだからお互い様だろ。お前許してくれるって。令和一発目の単独には安田以下の太田プロ軍団全員参加なって。これ相当怒ってんでしょ。そうですね。ちょっと配慮が足りませんでしたよね、これは。いや、これはちょっと平子お前ミスだぞ。すいません、申し訳なかったです。これはリサーチ不足、うん、はい。これはやっぱお前が温度取ってさ。そうですね。やられてたの。いや、そんな駅前に集合してね、みんなで行くぞっていうの。そう、あって叱るべきでしたね。どうするんだろうね。このことは新しい令和の年に向けていろいろ整理がつく出来事になりました。残念ですっていうことはもうやめるな。いや、悲しいな。邦子さん、今までありがとうございました。いや、次のチャンスを。もう一回、もう一回だけチャンスください。じゃあ平子、はい、お前次の邦子さんの長唄の会行け。本当にスケジュール次第になっちゃいます。一旦ブレイク。さあ、リエスサンデーナイトドリーム、もう1時間経過しようとしてると早いんですけどもね、うん、ラジオのコマンドにした。ゴールデンウィークずっと農作業してました。網走では昨日ぐらいから温度が上がり、さあ桜も咲き始めております。最高のバーベキュー日和、うん、昼間からビール飲みたいなと思いながらトラクター乗っています。偉、うん、いね、やっぱり農業関係の人は休めないから大変だな。本当に大変だな。関係ないですもんね。あ、なかなか昼間ビール飲みたいよね、うん、そうですね。あ、俺も一日だけやっぱ蕎麦屋行って昼間からちょっと、あ、いいっすね。ヘベレケで帰りました。千鳥屋して、うん、いいっすね。最高。福さんは酒飲めんの？僕はそうですね、結構飲みます。まあ、そう、はい。テキーラ100杯とか。テキーラ、そうです。それも酒井のやり方ですよ、これは。一番ダメなやり方。ですよね、一生寝太郎、FM 宮崎。私は実写映画名探偵ピカチュウ見に行きました、うん、あ、ポケモンたちの動きがリアルでまるで本当に存在するような感覚でした、うん、あまりに可愛すぎてなんで現実に存在しないのだろうと泣きました。ストーリーもサクサク進んで面白かった。ぜひ見に行ってください。あ、ね、なんかあれね、日本語の吹き替え版、はい、西島秀俊さんが、あ、はいはいはい、はい、そうですね、大丈夫なのかな、ピカピカって言えるのかな。あの、ずっとあの可愛らしい高い声じゃなかったような気がしますけどもね。あ、ピカーって言わない。なんか西島さんだとピコピカーって言ってるだけじゃない。いや、なんかその声も出しますね。その声も出る場面もあるしっていう感じでしたね。はい、セリフも言うってことじゃん。セリフも確かにあり、確かありますよ。はい。あ、ちゃんと喋るんだ。はい。あー、ピコピカーって。じゃあ誰でもいいでしょってなっちゃいますからね。14年ポジサイド FM。 有吉さん、タケノコが畳を突き破って伸びてくる旅館の基本情報を教えてくれませんでした。ほら、人間だと満足できない。ぶっといタケにあんなの疲れて宙に浮いた状態で
朝を迎えたやつ。いや、それもシンデレラも好きやもん。怖すぎるな。いやー、面白いですね。さあ、ということで、もうでもゴールデンウィーク終わりですからね、皆さんね、まあ残りわずか、精一杯楽しんでいただくということでございます。まあ一部の地域の方この時間でお別れでございますので、また来週も聞いてください、はい、ということですね。お相手は有吉弘行と、アルコ&ピース平子祐希と、宮下草薙でした。はい、この後も聞ける方引き続きお付き合いください。さあ、2019年5月5日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子祐希と、宮下草薙幸喜です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。ギャル雑誌エッグ復刊、好調で秋にもまた、やっぱ俺みたいにやっぱ20年以上ギャル追いかけてきてる人間としては、本当こんな嬉しいことはないね。やっぱりね、黒ギャル、黒ギャルですね。もう本当にヤマンバ、はい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 、ヤマンバでしかもう勃起しませんよ。酒井と一緒ですよ。まさか。俺も酒井もギャルのね、この復興をずっと待ち望んでた一人ですからね。あいつ、いいとこあるじゃねえか。そうか、すごいな。やっぱりでも、まあ見たいだろうな、たまにはな。うん、うん。いいかもしんないね。また違うからな、ああいう、いわゆる浜田ブリトニーちゃんとか、その前の世代のギャルと、今のいわゆるみちょぱみたいな、また違うからね。みちょぱとかさ、ギャルって言ってもちょっとやっぱり、スポーティーだからな、スポーティーじゃダメなんだよな。だからなんかちょっと、ロサンゼルスチックな感じが今ね、入ってるというか。そうなんです、そうなんです。渋谷の文化とはまた違いますね。違いますね、ちょっとそうですね。はい。やっぱり草やってないとさ、草やってねえだろ。草はやってないです。草ってなんだよ。草やんないですよ。ね、ラジオネーム小餅さわがに FM 長野、平子さん、はい、山田邦子さんの芸能生活40周年記念公演の舞台は、はいはい、うん、東京では5月22日から29日、5月22日から29日、名古屋では6月5日、はい、6日にあります、うん、そっか。これがちょうど日本にいなさそうな。いや、そんなわけねえだろ。絶対いるだろ。これいけますね。東京5月22から29、1週間やってますから、うんうん、いけますかね。1週間やってますね、そうですね。だから26だね、26、ラジオの前行って、ああ、26の前、草薙と平子で、邦子さんの長唄見て、このラジオ来てもらうという感じですかね。邦子さん絶対連れてくんなよ。いや、楽屋挨拶なんかしたら流れでね。そうですね。気が使いたいな。行く行くって。ダメだ、お前。インスタライブ回されて大変だぞ、お前。ずっと、必要にインスタライブ回されて、お前。全部だ。楽しみだな。そりゃ邦子さんもご機嫌でしょ。ああ、よかった。後輩たちがやっぱりちゃんと勉強しに来てくれる。いや、そうですよね。そうですよ。もういけるようでしたら、ね。いけるようでしたら。いやいや、何か入ってるかもちょっとわかんないんで。いや、入ってる。1週間あるからね。ああ、はいはい。1週間あるから。ちょうどね。
ちょうどな、まあ、ちょっと調べさせていただいて、すいません。ちょっと今、フロ君に聞いてみようか。そうですね。空いてるかどうか、うん、絶対空いてますよ。いやいや、意外と、この辺がね。そう。はい、ね。埋まってたらすいません。草薙もだろ。僕もですね。いや、予定合わせて。俺が入ってなかったら、俺ももちろん行けなかったら。行けなかったら、それはお前行くから。僕単独です。単独で行くかも、うん、酒井と一緒に行くか。それはもう好きでいいよ。鶴太郎さん誘って行ってる。鶴太郎さんなんか誘えないです。ラジオネーム、喉が渇いてるシル FM 長野草薙さん、はい、和田アキ子さんにションベンかけられるのと、はい、天海祐希さんに硫酸かけられるのどっちがいいですか。うわー、そっか、どっちもやだわ。お前はなまともだな結構。いやいや、和田アキ子さんにションベン、うん、まあ和田アキ子さんのションベンはまあ硫酸と同じ。これはどうですか。ラジオネームやさぶろう、平子さん質問です、はい、お買い物クラブでは、うん、平子さんの、うん、笹野高橋さんと同じ車、山本さんのボッテガのパクリみたいな財布のような2つ名はないんでしょうかということですね。笹野さんと同じ車、笹野さんは、はい、黄色いポルシェなんだよ。だからお前感性としては今っとく笹野高橋さんと一緒だから、ジーパンに見えるあのタイツ履いたりね。ジーパンに見えるタイツ履いたり。黄色いやだ。あれは一定数いるんですね、黄色い車。笹野さん、深川さんとか。そうね、深川くん、昔の、有野さん、笹野高橋さん、平子。いや嫌な顔しちゃいけないんだけど。あ、いいね。そう、山本のボッテガのパクリみたいな財布ダサかったな、あの素材な質感ゴムみたいな、ね、あれはでもお買い物クラブで新しく買いましたから。そうだな、うん、よかったね。来ましたよ、本当に。よかったですよ、本当に。さあ、ということで今日はね、ゴールデンウィークレポートということで、皆さんのゴールデンウィークの過ごし方、いろいろと聞いております、はい、どうしたんだろうね、リスナーの連中は。そんな10連休もあんのかな、働いてる連中がいないからね。まあでも結構雨は降ったけど暖かかったから、まあ過ごしやすかったんじゃないですか。ブルーシッターの皆さん、ダンボーラーの皆さんもね、はい。ディズニーランドが連休初日の27日ガラガラだったっていうね、すごいよねあれ。それ受けて空いてるんだって、次の日がめちゃ混みっ、ね、半端に、あれやっぱ群衆心理とか人の心理なんで ね連休始めで曇りだしな、これ、ね、絶対パンパンだよと思ったらガラガラだったっていうんだもんね。すごい、写真見ましたけど本当にいませんでしたからね。すごい状況だったね、あんなの見たことないみたいな。草薙はディズニーランド行ったことあるの？僕 C だけ行ったことあります。ごめんなさい、 C だけ、ね、子供の頃 C だけ親が連れてってくれて、はい、だって C だ。C ができた当初の頃は2002年とかでしたね。なるほどね、はい、ご安心ください、平子お買い物クラブで近々行く予定のありますから。お前ら予定立ててるな。コラクリコさんのなライブも行かないからな。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、続いてはコーナー上がるでございます。私有吉のテンションが上がるメール募集しております、はい、ラジオネームロマンティックエネゴリ、いつものように薬局をうろついていると、で薬局をいつものように薬局をうろついているとあなたの風邪はどこからと店員の早瀬はるかが聞いてきた。俺はいや風邪ひいてないですと言うと、綾瀬は風邪ひいてないのなら薬局来んなよと言い、ネットをぶっかけてきた。そこで俺はにやりと笑い、焼きただれた手を綾瀬に見せつけながら、やけどした時に効く塗り薬ありますというやりとりを毎週土曜日恒例の行事にした。ってことはね、めちゃめちゃなんなんだよ、全然だよ、わかんねえよ。
ラジオネームラッパーザキバチョル。フィギュアスケートで本田望結のコーチに就任したのだが、なかなか本田望結が結果が伸びず苦しんでいた。そこでコーチの俺は本田望結に欧米で流行っている技で、この技を身につければすぐに金メダルを取れるという嘘をついて、ションベンしながら4回転を飛ぶという技を教えた。そして練習中に本田望結が回りながら出すションベンをすべて顔で受け止めながら一緒に金メダル目指したい。綺麗にどんどんスプリンクラーみたいな、ね、受ける方も回んなきゃいけないですから。これはあげよう。あションベン多いな。多いですね。あいつらだけや。ラジオの4人家族。石川かすみちゃんと結婚した俺、仕事を終えて帰宅をすると、かすみちゃんはしゃもじを握り卓球の素振りをしていたので、俺はそのスイングの延長線上に玉金を持っていった。かすみちゃんが振ったしゃもじは俺の玉金にジャストミート。その瞬間俺はピンポーンと叫ぶ。インターホンの音と勘違いしたかすみちゃんがはーいと玄関の方へ走り、俺がいやこっちこっちと突っ込む。年を取って声が枯れても、こんなくだらないことでいつまでも笑い合いたい。いやまあ素敵だね。素敵だね。こんなことでずっと笑ってられる。いやあげよう。パン。いやまいったね、ちょっとねえ。ラジオネーム、マザーズミルク。ロシアの女性デュオタトゥーが中山秀幸のコンサートの出演依頼を断ったの。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。中山秀さんのコンサートの出演依頼を断ったので説得をしにロシアへと向かった。開口一番タトゥーが、中山秀幸とは誰だ、聞いたことがない、代表作は何だ、本当にすごい人なのかと小馬鹿にしてきたので俺は激怒した。バカを言うな、秀ちゃんはすごいんだぞ。誰かがな、人気がないのにテレビに出てるのが本物だって言ったように、人気がなくとも代表作なくともテレビに出てるヒデちゃんは本物なんだよ。それにはなんでかわからないけど、アルバムを出せば事務所の後輩全員が口裏を合わせたかのように宣伝するぐらい人望があるんだよ。ヒデちゃんを舐めるな。タトゥーの目からは涙がこぼれ落ちた。タトゥーが中山秀幸のコンサート出演を決めた瞬間だよ。だろ、まあね、しんすけさんのセリフだね。人気がないのにテレビ出てるのは本物やね。代表作ありますけどね。ちょっと何だろう。静かなるドンとか、そうですよ。ドンが代表作です。まあ大好きだな、と、うん。バラエティで言うとな。はい、あとそうです。ぐらいじゃないですか、ぐらいじゃないですかっていうの、いやいや、いっぱい、そのね、ジャンル分けするとっていうぐらいでね。他にもいっぱいありますけど。ヒデさんのあのバス旅とか面白いんだな。俺ヒデさん派だから、めちゃめちゃ。鍋プロのどんな後輩よりも俺がヒデさん派。はい、僕らもですね。そうでしょ、僕もそうでしょ。なんでお前南原さん派だろ、お前。僕南原。南原派だろ。はい、まあどっちかっていうと。南原会計家事組だろ、南原会計。下に分類されるじゃないか。そうそう、南原さんお前一番上なんだ。そうそう、 あとはラジオネーム、どうしようかな。ラッパーザキバチョフ。田中理恵の体操好きだ。スポーツ選手ばっかりじゃねえか。なんか田中理恵の体操教室が近くで行われるというので、俺は全身の毛を剃り、化粧をし、レオタードを着て完全に女になりきった状態で体操教室に行った。そして体操教室が始まると、すぐに田中理恵が俺を見て、あなたは男でしょって言ってきたので、俺は違います。私は正真正銘の女です。その証拠に私の演技を見てくださいと言って演技をし始めたのだが、田中理恵がスタッフと、
いや、あれどう見てもおっさんよね。声も低いし顔もおっさんだし、それにレオターだから明らかにチンコ出てるしとひそひそ話をする中、見事な演技を演じ切りたい。どういう感覚なの？なんなの？もうそこでこうもう興奮するんじゃないの？見事に演じ切りたいんだやっぱり。ないの、草薙はそっち系の、あの、その、女性におちんちん、天海祐希さんにおちんちん見てもらいたいみたいな。天海祐希さんに。いや、な、そうですね、見てくれるんだったら。いや、見てくれるよ。見てくれますかね。合うねこれ、レモンサワーと。CM 確かにやられてますもんね。ラジオロマンティックエネゴリ。とあるみそぎで、滝行をすることになった宇垣美里が、俺の寺に滝行をしに来た、うん。そこで俺は何かあった時のためにと貯めてきたションベンペットボトルを宇垣が滝に入った瞬間すべて流した。すると宇垣は、何これ黄色い何と一瞬パニックになるも、すぐ我に返り、私はマイメロちゃんだよ。黄色い水はエネルギーが含まれるの。浴びれてラッキーだよーとマイメロ論を持ち出してきた。すっきりとした顔で俺に感謝を述べてくる宇垣に対して、あ、またおいでくださいと。うるさいなもう。なんだよ、全然使ってんじゃない。こいつらマジで捕まったことあるやついねえのかな。いいえ、まあ、軽いやつではありそうですけどもね。あるよね、絶対ね。絶対。いいよな、こういうやつら別に捕まってったとしても別に普通に社会生活。別に捕まったからですよ、この番組でもこいつ、もうこいつのメール読まないなんていじめしないからね。いいよな、お前らは本当に。そうした経験がメールにね、生きることだってもしかすると。我々だったら一発アウトなの。そうですね、ションベン。かけたら、そうですね。宇垣にションベンかけたら一発アウトですよ。じゃね、非常勤パンダ。ピンポーンと呼び鈴が鳴ったので、ドアを開けると立っていたら、なんと内山里奈さん。内山里奈さんは笑顔で俺に紙袋を渡してきた。中を見るとそこには生温かいパンティーが。シミがつきすぎちゃったんで、よかったら食べてください。そう言うと内山里乃さんは、悶々とした表情で見つめてきた。しかし俺は、あなたね、自分の価値分かった上でパンティ渡してきたんでしょ？違うんだな、なんていうか恥じらいがないんだよなと一周し、受け取りは拒否。予想だにしない展開に唖然としている内山里乃さん。俺はいい女としてのプライドを傷つけられて何とも言えない表情を浮かべる彼女に、来週また来なさいと世界のチャンスを与えたい。さっきから何紳士ぶって最後だけしめちゃめちゃ勃起してんのに紳士ぶるっていう。ラジオネームチェンギャング5。大谷翔平におもむろに金玉を引きちぎられ、翔平は前から歩いてくる高橋メアリージュンに向かって俺の金玉を振りかぶって思いっきり投げる。すると高橋メアリージュンはパッと俺の金玉をキャッチし、いつもの関西弁で、なんてスライダー投げんねんと突っ込む。俺は泡を吹きながら、そこじゃねえよ突っ込むとこ。言いながら、あの世へ旅立ち。もう呆れるや。本当に。もう真面目なんやろ。日記。うん。皆さんの日記覗き見してます。ラジオのベリガッツリ。お菓子を買うとき、数日持つように気持ち多めに買うけど、結局一日で全部食べてしまう。好きじゃないお菓子ばっかり買えばいいのかな。お菓子食べる？俺この番組の前だけ食べるんだ。バリバリ食べますよね。下手したら2袋食べるから。うわ、そうね、そう食べてる、うん、ほんでサンドイッチ食べて、そうコーヒー飲んで、ね、お茶2本で終わった後もちょっとまた食って、うん、お腹パンパンで帰りますもんね。バケモンだと思いますからね。さらに家みんなで焼肉に行ったり、うわー、そうそうそう、その後ですもんね、行ったりするのはね。
お菓子食べるの？僕プリングルスはやっぱ、あ、プリングルス一枚食べるとサワークリームオニオンはちょっとにしようって思ったけど無理ですね、はい、無理、あれは無理。僕も大好きです、ね、プリングス止まんないですね。あ、プリングス、はい、俺チップスターの、あ、チップスター派ですか。プリングスの方がやっぱり味濃いもんな、はい、うん、あ、炭酸飲料にもよく合うし、あ、いいですね、美味しい。お前ら、どうですか、グルになりやがいじめの構造なのカールだってもう食わないだろ。カール売ってんの？あ、どうなんすかね。ちょっと減ったね。カールあんまりないな、見ないな。はい、確かに。西日本ではない。西日本だけ？なくなったんでしたっけ？知ってんね、辻くんは詳しいお菓子に。あれ、たまに夏とか夏休みとかで大阪なんだよ。大阪に帰省したら必ずあれ買ってきてくれるよ。大阪のなんか柿の種みたいなやつ。あ、特別なご当地のやつ。はいはいはい、うん、ご当地のお菓子、はいはいはい。お菓子好きなんだよ、大阪の人だから面白いよ、あの人は。緊張しちゃいますね。緊張しちゃいますね。関東の笑いがあんま好きじゃないのかな。関東の笑いが通用してないかどうか、顔色ばっかりチラチラ見ちゃいます。ダブレクション。Stay night dreamer live on air。Sunday night dreamer。さあ、いろいろメール来ております。ラジオネームバラマンディ FM 群馬、平子さんは、はい、山田邦子さんにションベンかけられるか、ヒデ、うん、ちゃんに硫酸をかけられるだったらどっちがいいですか？おっと、邦子さんのションベンですよ。邦子さんのションベンはでも溶けるよ。じゃあ硫酸じゃないですか。なんでみんな、なんで年配の方のションベンみんな硫酸なんですか？3月か。ラジオネームゲスザワ FM 群馬、アリスさん、山田邦子さんについてですが、ごめんなさい、山田邦子についてですが、いや最初のやつでいいんですよ。そっちが正しいですよ、最初のが。11年間も続いていた自身の冠ラジオが今年3月終了しています。つまり現在の邦子はラジオに飢えています。平子、草薙、はい、絶対にサンドリに来させるなよ。あんまりね、バスガイドでネタやられても困るから。いやいや、往年のね、ね、ラジオでも分かるね、伝わるネタじゃないですか。皆さん右手をご覧ください、うん、一番高いのが中指でございます、ね、そうですよ、はい、はいじゃないんだよ。はいじゃないよ。、ね、この続きは5月26日に、ね、お楽しみ。太田プロライブの時そんなリアクションしてんじゃないだろうね。お前邦子さんネタの時お前はいって言ってんじゃないだろうな。お前しっかり笑ってこいよ。お前そうですね。そうですね、太田プロライブでは。そうだよ、はい、ね。ゴールデンウィークレポート、ラジオネームペチャウサ FM 鹿児島。僕、山口県下関に行って本場のフグ初めて食べました。フグ刺し、唐揚げ、しゃぶしゃぶと計1万5000円分のフグを食した結果、もう金は底をつきました。これから母から送ってきて韓国海苔だけで生活することになりそうです。なるほど、そうなんだ。高いよね、フグってね。やっぱり、ね、養殖のフグでも相当するからね。そうですね、なかなか高いですよね。ラジオね、何が好きなの？草薙は食べ物で言うと、お前みたいなやつは。僕みたいなやつですか。僕はでも何が好き、全部ですか。甘いの、甘いの好きなの。甘いラスクが一番好きですけど。東京ラスク。東京ラスク、うん、牛乳のやつとか。あ、そう。はい、お菓子。あ、ミルクのついたラスクとかね、はい、焼肉とか、焼肉よりもお寿司よりもラスク。そうですね。マジ？ラスクがあったらラスクが。なんでラスクなんだ。酒飲みなんですけどね。あ、甘いもの食べながらお酒飲むのが好きで。あ、そう、はい、すごいじゃん、もう2じゃん。そうですね、お酒好きで。タモリさんじゃん、お前も。タモリさんも甘いもの。全然クラシック聞きながらなんで。ジャズ聞きながらウイスキーだろ、お前。いやいや、そこまで言ってないね。いや、そこまでまだ言ってないですけど。ハンマユジロもキャンディー食べながらね、酒飲みますもんね。そうそうそう。生き切った人の飲み方ですよね。すごいな、焼き、なんかじゃあおごりがいがないな、お前。じゃあ、でも一緒にね、桃太郎寿司行ったら、寿司食べながらね。桃太郎寿司があるからいいよな、あっちの公園で。公園寺いいでしょう。俺、桃太郎寿司好きなんだよ。最高だ、あそこ。ね、あそこ行くか、中華行くかね、公園寺のね。あ、そう。
どっちもいいね。円卓で食べたんだよ ね、 そうですね、中華のね、はい、円卓俺も好きなんだよ。そうでしょ、ね、三茶円卓連れて行きましたもんね。マフィアごっこしながら食べましたもんね。いや俺円卓好きなんだよな。中華円卓で食べるの最高だよ、ね。あれいいですよね。めちゃめちゃ良かったです、ね。ラスクか。ラスクです。ラスクね。ラスクの美味しい店あったっけな。絶対めんどくせえな。ラジオにチェコの大北島 FM。俺は、僕は本日 iPhone6S から iPhone8 に変えました。うん、なんで10だろう、うん、俺昨日10に変えたよ、うん、俺 iPhone8 プラスだったのを10に変えたわ。こいつ iPhone6S から iPhone8 だって。8なの、なんでだ。ドコモショップのお姉さんにカッコつけてデータ移行の仕方を聞かなかったので現在宿泊簡単だよな、あんな映すの、ね、簡単だけどね。簡単ですよ。なんで俺10にしたわ。ついに顔認証やってるわ、うん、あいいですね。ありがとうございます。曲いってください。はい、TWICE ファンシーです。Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer. いや、やっぱり俺納得いかんわ。俺ラスク。ラスク、ラスクうまい。俺ラスクがこの世の中で一番嫌いだわ。そんなないでしょう。うん、あの白いのが塗ってあるタイプと、はい、あとザラザラした砂糖が散りばめられてるタイプ、どっちが好きなの？あんなも砂糖の、まあ、結晶が散らばってるやつだろ。はい、結晶。あんのばあちゃんしか食わないだろ、あんなも。いやいや、食べます食べます食べます。何がうまいの？カッテイシを。硬いのダメですかね。ポロ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 。牛乳とかでね、ちょっと溶かしながら、ね、ちょっと溶かして口の中でね。スババじゃん、そんなの。ちょっと、お前牛乳で溶かしながら、お前。スババじゃん。美味しいよね。美味しい。お前なんだもん。うん。ラスクこんな嫌いな人初めて会いました。嘘めちゃめちゃ俺嫌いだわ。美味しいのに。もう別に俺もうテーブルに置かれててももう全然いらない。もう足で踏みつぶしてコラボレしてやるよ。まだだからまだ酒飲みじゃないのかな。腹減ってて。そうですね。有吉さんは。酒飲みじゃないって言われたら俺ほどの酒飲みはいないんだけど。そんなのまでは。ラスクでどっちが飲めるか対決ですよ。ラスクで飲む。ラスクで飲みたくねえわ。俺絶対やだわ。なんだっけな。コーナーはね、日本でございます。はい、7回目を迎えて、まあ、ほぼ限界に近づいておりますけどね。頑張って、頑張っております。はい、福岡県、うん。今日はね、福岡県ご紹介してまいりましょう。はい、ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。福岡県出身の有名人といえば、井上陽水、清水健太郎、アスカ、坂井紀子が挙げられます。彼らには、福岡県出身という特徴以外の共通点は何も見当たりませんね。取ってつけたようなイメージで語れば、4人とも清廉潔白な人柄だし、すごくいい歌を歌うという印象でしょうか。例えばの話ですが、他の共通点があったとしても、清廉潔白だし、すごくいい歌を歌うという印象のインパクトを超えることはないと断言できます。私はそんな素晴らしい人材を生んでくれた福岡県、大好きです。うん、なんか他の特徴ありそうだけどな。うん、まあいやでも清廉潔白そうだな、確かにな。歌が素晴らしい。歌は確かにすごいな。うん、清水健太郎さんなのかどうかなのかな。ラジオネームサンペ。数多くのアーティストを輩出している福岡県の中で、名実ともに最も優れたアーティストといえば鶴久正春であろう。伝説の J-POP グループチェッカーズでは変な帽子をかぶって藤井フミヤの横に突っ立ち、ちょっと高い声を出す地味なサイドボーカルとして一気当選の活躍を見せ、グループ解散後には細木和子の番組で未発表オリジナル楽曲を披露し、細木に絶対売れるわよ、私が太鼓判を押すとお墨付きをもらったが全く売れなかった。おそらく風水的な問題で売れなかったものと思われるが、楽曲が良くなかった可能性も捨てきれない。あとかなり兄弟が好き。どうでもいい。鶴木さんな。鶴木さん面白いよな。レジェンドラッパー崎バチョフ。
ネットで福岡金玉で検索してみました。すると福岡のメンズエステのサイトが見つかり、そのメンズエステでは陰茎や睾丸の VIO ラインのセットの料金15,000円で、親切丁寧に施術をするので安心して金玉の脱毛ができるそうですと調べてはみたんですが、僕は一切金玉を脱毛する気がありません。僕はどうしてこんなことを調べてしまったのでしょうか。時間を返してほしいです。いや俺ちょっと考えてんだよな、やっぱり VIO の脱毛。そうですか、ちょっとやっぱ肛門の周りの毛が生えてんだよね。嫌ですか。清潔感がないじゃん、肛門の周りの毛はさすがにちょっと、はい、どうしてもつくじゃない。だってそれもう拭きもせず手で受け止めるんですから、汚れもしますよ。肛門血芸があるかどうかじゃないですよ、出し方の問題ですよ。いじめだな、もうそれはいじめじゃないですよ。いじりじゃないよ、いじめだな。これいじめされたらもうダメだ。これはいじりじゃない、いじめだな。いやいや、ラジオネームチョチョポリス。福岡ではもつ鍋の他に水炊きが有名です。水炊きとは鶏肉やその骨から出る旨味を最大限に生かして白濁濃厚の出汁を取り、野菜や鶏肉を煮て出汁を十分に染み込ませた後、ポン酢で一回殺してから口に出る食べ物です。ポン酢をペチャペチャつけて素材の味を殺して食べるのが味の決め手です。ね、渡部さんみたいなこと言うなよ。いや、ポン酢なんてもう古いからね、今ね。もう、今最先端の店、ポン酢なんて出してる店ないよ。めちゃくちゃ嫌なやつ。あいつ、めちゃめちゃ嫌なやつだな。殺してやろうかな。なんで殺すんだよ。いいじゃないですか。一生懸命。美味しいものを紹介してるんですよ。なんか、美容室とか行ってさ、はい、美容室でしか読まないちょっとおしゃれな本があるじゃないですか。東京レストランみたいなとかさ、ああいうのを読んでると、絶対渡部さんが載ってるね。うん、はい。知ってますね、はい、なんかああいう系の CM とかね、うん、渡部さん、うん、いつも破り捨ててる。破り捨てる必要はないですよ。捨ててます、顔黒消しして。パラパラパラってめくっちゃえばいいんです。僕はパラパラってやりますよ。草薙も嫌だろ、渡部さんみたいな人間。ああいう人は一番嫌いだろ。まあそうです。なんでいいじゃん。嫌う理由がないよ。ラジオネームサイレント失格。福岡県の人気観光地太宰府天満宮、学問の神菅原道真を祀ったこの場所には毎年多くの福岡県民が訪れており、勉学に励むためのパワーをもらっています。しかし中には、篠田麻里子、早乙女太一、酒井典子など学問の神様に見放された人も一定数は存在しています。そうだ、どこでもそんなことないよ。ラジオに。なんか、高橋みなみって高橋みなみだなと思うね。やっぱこう、なんかみんなが突っ込まざるを得ないようなことするよね、あいつってね。T シャツ、うん、ね、めちゃめちゃね、あいつもダサい、ね、昔からダサいけどさ、やっぱ今もダサいんだなっていうさ、で、突っ込まざるを得ないもんね、ちょっとやっぱね。でもね、おめでたい。ね。うん、嫁旦那でしたっけ、うん、T シャツ着てね。はいはいはい。テレビチャンピオンのレポーターもやってるね。立派に勤めてます。大食いね。大食い女王です。大食い、はいはいはい。すごいよね。AKB の総監督。そうですよね。AKB 支えてきて神セブンだって言われててさ、うん、今のメインの仕事は、大食いチャンピオンの、テレビチャンピオンのレポーターだから、中村雄二さん。そうですよ。ねえ、駆け上がったなって感じしますよね。駆け上がったなって感じはしねえだろ。難しいです。なんでアイドルの頂点の仕事があそこじゃないんだろ、普通。いやいやいや、でもね。あんなところやらないでくれよ、逆にって思ってるよ、我々その殻を破ってね、そこに行き着くっていうのはな。なんだろう、だってもう平子とかが一番やりたい仕事じゃないか。一番ではないかもしれないですけどね。やれるのやりたいですけど。定期的にこう、特番打ってもらってさ、毎回そこ出て、イメージもつくしさ。おっと、皿がもう空だ！いいじゃん。そう、高橋みなみにお前負けるなよ、そんなもん。いや、生きてももらえるのはもらいたいですけども。まあ、令和のどんどこどんなんだから。しっかり頑張ってやんないとダメだろ、お前。サッカーやつはもうどっか行っちゃうぞ。そうですよね。そうだ。令和の平畑さん。
ラジオネーム、長いな、旧姓ディスコス、ディスコティック、旧姓ディスコティック。福岡県で有名力士といえば元大関海王が挙げられますね。生涯戦績は1047勝700敗と通算勝ち星1位の記録を今でも保持をしています。そんな海王は地元で人気のすごい海王という電車を作られるほどです。あ、そうなん、すごいね。いや、まともな情報とたまに入ってくると戸惑うんだよな。すごい、これはすごい。ラジオネーム、なんだろうな、ラジオネームブラザーフットボスティール。福岡県名物料理といえばからし明太子。県民はバカの一つ覚えのようにこれさえあったら飯何杯でも食えるばいなどと言いますが、果たして本当にそうでしょうか。胃の許容量を超えて食物を永遠に摂取するなんて摂取するなんて科学的には考えられませんし、それを可能にするには飯を食いながらクソを垂れるという非科学的な能力を持たなければ不可能です。明太子だけに少々辛口になってしまいました。うるせえよ、うるせえんだよ。ダンブレイクしましょう。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.あ、なんかメール、ラジオの宮田 FM 宮、有吉さん、今一番新しい iPhone は X10 ではなく、10R、10S、XS じゃないでしょうか。XS Max というのもありますが、高すぎて買えないので、連休前 XR に買いました。それでも機種代金は10万円を超えました。わかる。俺も XS の、もう Max です。ああ、新しいやつ。でかいやつ。うん。ですね。めちゃめちゃ高いの、驚くね。うん。ああ、ちょっと。高いっすよ。もうこうなっちゃったかって、もうだからやっぱり、もう、ちょっと前はさ、2年ぐらいで交換みたいな感じだったけど、もう無理だね、そんなのね。うん。5年は行かないとダメだね。そうですね。うん。5年行くと結構もう、でも、結構反応悪くなったりな、なんか電池あれだったりとか。他のももう進化してて。そうだよね。どうしたらいいんだろうな。どうしたらいいの？なんか得な方法あんの？得な方法はないんじゃないですか、もう携帯に関しては。そうだね。いろんなね、縛りなんかもね、ありますしね。なんかドコモなんかも安くなるって言うけどさ。はいはいはい、はい。でも、もう安くなるって言われてもあれ、もう結構高いな、本当に。買うときビビるな。結果本体でね、ちゃんと払ってて、うん、今でとやり方が少しね、変わったんでしょうから。そうなんだよな。ちょっと参っちゃうな。うん、ラジオネーム黒羊 FM 群馬。おい、平子。はい。くにこの。はい。5月3日のブログにて。はい。福島リカちゃん、キャッスルにて。お。あ、福島のリカちゃんキャッスル。リカちゃんキャッスル。はい。リカちゃんの誕生日会してます、うん、お前の故郷にはリカちゃん人形の展示施設に営業行ってるぞ。そしてその後、うん、ブログの更新はありません、うん、早く迎えに行って。いやいや、まだいる。出られなくなっちゃう。待ってるよ、梅子さん、待ってるから。リカちゃんキャッスルで。そうだよ。マジでめちゃめちゃ怒られたらどうしようかな。いや、そうですよ、はい、ということで、あのコーナーね、以上、日本のほら、コーナー、日本のコーナー、はい、今日は福岡でしたけど、うん、次回は高知県。はい。高知県でございます。うん、あの、スーパースター、島崎和歌子の出身地、ね、高知県でございます。はい、この前、なんかみんな言ってたけど、アッコさんのお誕生日会をアメバテレビかなんかで流してたんだよな。ほんで、その誕生日会ね、アッコさんの誕生日会。はい、あで、やった後、言ってたけど、アッコさん帰った後も、ワッコさんは帰、ワカコさんは帰んなかったっつって、竹山さん泣き合いさ、いや、一番怖えのワカコだから、まあ、長いって言いますもんね。アッコさんにも引かないからね、全然。ワカコさんって。はいはいはい、はい。怖いよね、ほんとにね。怖いね。ねえ。有吉か、有吉さーって言われたら、仕事の時、うん、有吉さーって言われたら、俺もう、ぐっ体温上がるもんね。誘われるって。はい。
この前テレビ見たよ。上島さんもけんなりしてますもんね。飲み行く前。長いからな。帰れねえんだよな。よく竜兵会にも来てくれてたからな。昔からな。短歌ですね。五七五七七でございます。皆さんに31文字にまとめた素晴らしい短歌聞かせていただいております。ラジオネームマンタ。日本人、6割包茎言うけれど、近くの銭湯、8割向けてる。そんなもんかな。向いてる。向いてるんでしょ。そうでしょ。みんな。うん。草薙はどう？僕、軽く、そうですね。いや、ちっちゃいです。ちっちゃいの？ダメだな、お前。ダメですか？でかくあれよ。せめて。ここだけは。うん。ラジオネームバールが忍耐と我慢の違いあるという忍耐汁なし我慢汁ありは？はあなの？いい加減しろよ。なんかね、ラジオネームオザニー家どこと女子に聞いたら都内です。都内の個数をなめんじゃねえぞ。お前が行こうとするからだろう。今ちょっとあれだね、芸人の生息地域っていうと、うん、三茶と高円寺が今ブームかもしれないね。意外と多いね、はい、三茶と高円寺。なんでだろうな、やっぱ誰か一人いるとやっぱ増えるんだよね。そうでしょうね。武士軍団さんも昔そうだったもんね。ダンカンさんとかがいるから中野ぐーっと増えてたな、はいはいはい。ちょっと前まで中野新橋とかね、あっちが多かったりとかしました。坂上とか。坂上も多いね。あとだから昔で言うと、松本さんが幡ヶ谷に住んでる時は、あの辺にぐーっとみんな、幡ヶ谷の辺にみんなね、集まってたりとか。はい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 、今、三茶だよな。三茶多いな。よく聞くな、三茶。三茶多いですね。ねえ。さんちゃな、ガールズバン転落事件あったな。いやー、辛かったな、みたいな。大変でした。もう、マネージャーから朝電話来て、平子くん一緒にいなかったって。どうしたんですか？有吉くんが、ガールズバーの階段転げ落ちた。頭20針、膝20針。過ごすもん、やばすぎてな。麻酔も効かねえって酒飲んでるから。あそこ通るたびに見上げますよ。そうやね。あの階段を。あの階段はね、絶対革靴で登らないようにしてください。雨の日はね。三茶に住んでる芸人の皆さん、お気をつけください。高い階段がありますけどね。はい、ラジオネーム、おざにーは言ったね。ラジオネーム、みだぎり嬢。いい女とのセックスを思い出し。毎日しこれるチャーリーシーン。めちゃめちゃいいな、チャーリーシーン。まあな。ちょっとそういう、まあな、依存症的なとこあったから。もうあげとこうか。くだらないわ。ラジオネーム、楽しい鹿。春日照り、厚手の服脱ぎにじむ汗、金玉じめりて梅雨を先取り。全然いいと思わないよ。なんか言葉だけやってるけど、なんか、ラジオネーム、これダメだろうね。これは滑るぞ、多分。ちょっと読んでみるか。はい、お願いします。ラジオネーム、サカシザッコ。買いたての、慣れぬディルドでクソミザは、ああ、よいちょまる、いや、悪ちょまるかな。ほら、ね。よくないよ、こら。こら、よくないよ。サカシザッコさん。こら、よくないよ。なんだよ、悪ちょまるかな、じゃないよ、本当に。あれだよ、ブレイク、ブレイク、ブレイク。Slay Night Dreamer Live On Air
ということで、有吉のサンデーナイトドリームお別れの時間近づいてまいりました。今日はね、若槻社長のところのグッズこの人にあげましょう。うん、ラジオネームみだぎり上、いい女とのセックスを思い出し、毎日しこれるチャーリーシーン。はい、これあげときましょう、グッズ。なんかあげときます。ネイル、ラジオネームチェコの大砲、福島 FM。高橋みなみと仕事の奪い合いをしているのは堺です。仕事はラジオ中心、大食いが好き。堺頑張れ。そうだな。そうだ、ね。そう言われてみたらそうですね。共通点多いかもしれない。ラジオにドスコイパンダ、FM 滋賀。平子さん。はい。くにちゃん人形にはどんな服を着させてあげたいですか？リカちゃん人形みたいな。くにちゃん。そうですね。やっぱりスイカ柄からね。スイカ柄の出た。まずはね。山田勝手に出るね。はい。いいですね。まず基本を押さえたいと思いますよ。あんまりくにこさんいじってるところ。言ってないですよ、僕は。基本にって言ってるじゃないですか。だから僕は大きくボケることなく、基本から入らせてもらいました。一切そんなことないですからね。ね、ということで、まあ、今月は5月ですかね。5月は、うん、平子と草薙というコンビで、はい、進んでいくと思いますけれどもね。はい、どうですか、草薙さん。まあ、大丈夫ですね。はい。途中で投稿拒否みたいな感じはないね。嫌な思いしてないですね。はい、大丈夫です。はい、ラジオネーム、東北自動車道、FM 三重、日本のコーナーですが、次回高知県とのことですが、うん、九州でまだ残っている大分県を無視されました。まあ別にいいんですよ。いや別に、たまたま飛んだだけだから別に。たまたまだから、そんな、ね。いっぱいいろいろありますから、ね。いろいろありますから、ね、そんなこと言うなよ、別に。うん、めちゃめちゃいい。俺大分好きよ。一番いいよ。俺一番大分がいいと思ってるから。ああ、そうですか。そうなんですね。実は大分、俺フグ好きだから、大分のフグがめちゃめちゃ美味しいんですよ。それはグローブのほら山田さんのね、 ご実家の山田屋っていう立派なフグ屋さんもありますけど、フグ美味しい、料理美味しいですから、ね、大分県好きなんですよ、ね、うん、ラスクって、ね、いいじゃないですか。ラスク美味しいです。どこの食べ物あれ。あれはフランスとかね、はい、あ、そう、高貴な食べ物なんじゃないですか。口に合わないの、大間みたいな顔して。合いますよ。フランスはないですけど、一番僕ムタだ、ムタとかだ。豚ムタ、ムタ、なんで俺ムタ好きなんですか。ステーキとかですよ。どうですよ、なんでですか。アルコ&ピース平子ゆきと宮下草薙幸喜でした。また来週。